東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか1年で J1 復帰の目標達成再び常連となれるか 2014年の J1 最終節を16位で迎えた大宮は、すでに降格が決まっていたセレッソ大阪をホームで下し、運命を天に託した。しかし、15位の清水が勝ち点1を積み上げ、希望はもろくも崩れ去った。毎年のように、降格の危機に瀕しながら、ギリギリで切り抜けて、10年間 J1 にとどまり続けていた大宮の残留伝説は幕を下ろした。しかし、2015年は、強い覚悟を持って戦いに臨み、 見事1年で J1 に舞い戻った。主力の流出を最小限にとどめ、シーズン途中から指揮を取った監督にチームを託し、明確なスタイルの構築を最重要課題に掲げたことで強さを手に入れた。そして、迎えた今期、渋谷宏樹監督が築き上げた組織を熟成させつつ、再び J1 の戦いに挑む。大黒柱の残留に成功し、主力のほとんどがチームに残った。そこに 確実な補強で実力者を加え、準備万端で、注意進出を目標に掲げ発信する。力を蓄えつつ進化。徐々に、大宮のアイデンティティを見いだす。J2 降格を味わった選手たちは、それぞれが、悔しさを、胸に残留を決断した。一般的に降格したチームは、主力選手が引き抜かれていくが、残った選手たちの決意は固かった。渋谷監督の元一致団結し、 第15節以降、首位の座を譲ることなく、優勝で J1 昇格をつかみ取る。全42試合という厳しいスケジュールの中、8敗を喫したが、3連敗は一度もなく、年間を通して安定した戦いぶりが目についた。2トップのムルジャと家永を、縦の関係で配置する4の4の2をベースに据え、各ポジションの役割を明確にした結果だった。攻撃の全権を握る家永が、王様として前線に君臨し、ムルジャは、 広範囲に動き回って攻守に大きく貢献中盤ではカルディーニョスが防波堤となり両サイドの泉沢仁と横谷茂がそれぞれの持ち味を生かしてチャンスメイクする J1 での経験が豊富な菊池康介と川本宏之を中心とした守備は堅牢そのもの新加入のゴールキーパー加藤信弘と塩田仁の存在も大きかった毎年残留争いに巻き込まれていたチームが順調に勝ちを重ね クラブが将来にに向けたた。基礎作りに成功した1年間 J2 を経験したことでタフさが増し、勝ち癖をつけたこともプラス要素だ。それでも J1 で上位に進出するのは難しいかもしれない。まずは、再び安定して J1 に残れる力をつけることが重要になる。昨季のチームはそのままにピンポイント補強。唯一の不安要素は、最大の収穫は、昨季1年かけて作り上げたチームを。 ほぼそのままの形で継続できたことだろうレギュラークラスで抜けたのは徳島へ移籍したカルリーニョスのみだ絶対的地位を築く家長が残留し得点源のムルジャも健在そこに新たな戦力が加わり純粋なプラスをもたらしている特に千葉から獲得したネイツ・ペチュニクは今年最大のヒットになり得る日本で現役引退を望むスロベニア代表フォワードは攻撃的なポジションならどこでもこなせる上、 挑戦 1>, 1年目の昨季は14ゴールを挙げて類い、ま稀な得点力も証明した。大宮では右サイドでの起用が濃厚だ。また、懸案だった左利きの左サイドバックとして、さぬで躍動した沼田敬吾が加わった。昨季まで日替わりだったポジションに新たなレギュラー候補が出現し、定位置争いは激しさを増している。カルギーニョスの抜けた穴には、松本から岩上雄三を補強した。 ロングスローという武器を持つオフェンシブな守備的ミッドフィルダーは10番を託され特大の期待を背負っているそして群馬から加入の江坂るもブレイクの可能性を秘めている各ポジションに即戦力を獲得しただけでなくユースから4人を昇格させるなど次世代を見据えた策も講じた渋谷監督のもと長期的な視点に立った強化でクラブの色を生み出そうという意思が透けて見える 唯一の不安要素は、前線の選手層が薄い点だろうか。イエナトムルジャ2トップは不動だが、それに続く選手が心もとない。緊急時はペチュニクも起用できるとはいえ、戦力として計算できる控えのストライカーは、昨季 J リーグ最年長ハットトリック記録を樹立したバンドリュージのみ。レギュラーが、負傷などで離脱を強いられれば、一気に厳しくなる。これまでの10年間は、毎年残留争いに苦しめられ、カイクラブとして、 バータリ的な選手の獲得や放出を繰り返した今年はその悪しき文化を断ち切り新たなオーミア・ールディージャとして生まれ変わった姿で再びワ1の舞台に挑む補強と総合力それぞれの診断結果補強診断 C 選手層に厚みを持たせることに成功各ポジションに即戦力を補強し選手層に厚みを持たせることに成功 昨季以上2優勝を果たした主力は揃って残留し、チーム作りも順調に進んでいる。押しむらくはストライカー不足か。エース不在が得点力不足に直結してしまう可能性は高い。総合力診断 c 目標は現実的な勝ち点48。目標は現実的な勝ち点48。残留には十分で、注意争いに絡める数字だ。 渋谷監督が J2 で優勝したから、過去に昇格即優勝の例があるからといった理由で、自分たち本来の姿を見失うことはない。まずは、一歩一歩、確実にできることをこなし、地道に積み重ねなければ、この目標にたどり着けない。決して、上位を狙えるメンバー構成でないことも理解しており、使える選手の能力を最大限に引き出して、残留争いに巻き込まれず、シーズンを終えられれば。 J1 復帰1年目としては成功ということだろう。そして今年はその目標を達成できるだけの戦力が揃っている。